はい、皆さんこんにちは、鉄棒でございます。いつもご視聴くださいましてありがとうございます。めっきり、秋めいてまいりました。まあもちろん日本もそうなんですけれど、まあ、こちらも本当に、まあ、私が日本に出発する頃っていうのは本当まだちょっと汗ばんだりするような感じだったんですけど、まあ、このハロウィンのね、ちょっとハロウィンの話、カナダのハロウィンの話はまだ最後にまたどうでもいい話とかちょっとしようかなと思うんですけど、まあ、これぐらいの時期になってくると本当に寒くなってくるみたいな感じでございまして、まあ、日本もねそろそろ気候の移り変わりということで、皆様ね、くれぐれも体調管理にはお気をつけください。遊ばせません。はい、遊ばせませませんとよくわかんないことも言いましたけど、はい、ということで、今日はですね、ちょっと JR 四国のちょっとまあもう1週間ぐらい出たニュースですかね。JR 四国の社長が2025年までに、協議を開始したいと。まあこれ何の協議を開始するかっていうと、いわゆる、輸送密度の低い路線でございますね。で、国土交通省のガイドラインで一応輸送密度1000未満の路線に関してはなるべく早く自治体と事業者の間で協議を開始すべきみたいなことを、まあ、言われておりまして、で、まあ、JR 四国の社長は2025年までにケリをつけるんじゃなくて2025年までに協議を開始したいということなんで、まだ結構時間がかかるんだなっていうのがまず第一印象なんですが、でメディアではですね、この損廃とかっていう言葉を結構使ってるんですけれど、JR 四国の社長というか、JR さんはどこもそうなんですけど、損廃っていうと自治体さんに警戒されるからなるべく損廃を、まあ、前提にしないみたいなことは、まあ、言うんです、一応。まあ、ただ、まあ、それは表向きの話であって、みんながみんなですね、まあそんなことを言ったって最終的にはまあ損廃の話になるんでしょうって分かるんですけれど、まあ、一応ねやっぱこういうのって建前が大事なんで、特にこういう行政の方とか事業者の、ね、トップの方とかになってくると、まあ、時こう言ったとかこう言わないとかってことは後々問題になったりするんで、まあ、こういったとこは言葉をやっぱきちっと選ん でだからメディアでは損廃をなんかどうこうするために議論するみたいなこと言ってますけど、 JR 四国の社長っていうのはそういったことは明言してません。あくまで今後の在り方を検討するという、まあ、一緒っちゃ一緒なんですけど、まあ、今後の在り方って何なんだっていうことで、結局それって鉄道に住んでるのかバスに住んのかって話じゃないのっていうことなんですが、まあ、一応ここはね、大人の対応ということでこういう言い方になってます。はい、ただ私はここでは自分のチャンネルで自分の意見を言ってるチャンネルですから、まあはっきり言えば、2025年までに、鉄道として残すのか残さないということがケリをつけましょうということだと思います。はい、で、対象の線区となるところですけど、とりあえずまず、早急にやらなきゃいけないのはこの3つですね。予土線と世界予算線の海側のところですね。愛ある伊予灘線と言われる伊予灘物語が走っているところですね、ここ。それから麦線の、阿南より南ですね、阿南から阿波海南までの間でございます。この3つの線っていうのが、とりあえずまずこれ線切ってるんで、ここに関してはもうやらなきゃいけないと。で、あとこの鳴門線と、土山線のさっきから久保川の間、ここも不透明です。ここも2線切ってるんで、で鳴門線に関しては私も実際に乗りましたけど、そこそこ人は乗ってます。乗ってますけれど、まあやはりですね、通学需要に偏っている部分というのはもう多々ございます。それから土山線に関しましては、ここ一応ですね特急も走ってる区間なんで、なかなかちょっと対応は難しいと思うんですが、ただ特急が走ってるって言っても、特急が高頻度で走っているのは高知までなので、高知から先、高知から須崎っていうのはまだ比較的乗ってるんです。ちょうど多分高知への通勤需要とかがあると思うんで、おそらくちょっと私もここはまだ実際見てませんけど、高知駅に朝行ったらおそらく両方向から来る列車にそこそこお客さん乗ってて出てくると思うんですよ、多分。どこの県庁所在地もだいたいそんな感じなんですよ。朝って結構、2両編成の列車とかにいっぱいお客さん積んで着く、まあ多いところだったら4両とかになってますけど、結構もう都会と変わらないぐらい、がっつりお客さん乗せて着く。例えばこの間私ちょうど日本帰ってくるちょっと前の最後の、最後の最後のところかな、ね、松本泊まって松本駅朝いたんですけど、もう大糸線もですね4両編成で松本に着いて、電車の中は本当に首都圏の通勤路線と変わんないぐらいお客さん乗ってましたんで、もうがっつり乗ってました4両編成に。ただ問題はそれが
ね、15分とか20分に1本来るのか、2、3分に1本しかもそれが重量編成とかで来るのかっていう、ここが、中小都市と地方あの首都圏とか、関西圏とかそういう大都市圏との違いだと思うんですが、とにかく単一の、電車として、まあ、列車の編成の長さはともかくとして乗ってる、ですから乗車率っていう意味に関しましては何ら変わらないと思う。ただ運行本数と車両の両数が違うから全体的な数と見るしてみると全然違ってくるということだと思うんですが、まあちょっと話は横道にそれましたけど、まあ、ですからこの2つの線区に関しましてもちょっと不透明でございます。それからちょっと話横道というか、まあ関係なくなんですが、この麦線が万が一廃止されちゃった場合に、あの DMV のとかどうなんだってよ。今あそこちょっとね、ガタガタしてるじゃないですか、偉い方のちょっと不正とかあったりとかして、でまああれによってその鉄道免許が取り消されたりとかっていうことはないと思うんですが、まあとはいえですやっぱりイメージダウンはあるし、まあ組織として今ちょっとねごたごたしてるっていうところがあるんで、でまあ実際に鉄道ね、あの DMV っていうのは一般の鉄道車両と一緒に走らせることは今の法規上できないっていうことで、完全に阿波海南のところで DMV の線路と JR の線路とも切り離されてるんですけれど、まあ、とはいえですよ、まあ、DMV に乗りに行こうと思う人っていうのはやっぱり鉄道ファンっていうのが多いと思う。でそこまで行くのに、バス乗って行かなきゃいけないのか、鉄道で行けるのかっていうだけでだいぶ違ってくると思うんです。ですからこの麦線の阿波海南までのところが万が一切られちゃったりとかしたら DMV の存続にも、大変大きな影響を及ぼすのではないかと思います。はい、まあ、私はまだ DMV に乗ってないんで何とも言えないんですけれど、はい、でまあ、あと現状ね、まあ、今現状についても大体お話したようなことなんですが、まあ、もうちょっと大まかな現状でいきますと、 JR 四国っていうのは私もこれまでの動画で散々パラもう、もう積んでるとか、もう JR 北海道よりももう未来がないとか、まあ、好き勝手なことを言わせていただいてるんですが、ただもう現実問題として政令指定都市もない、札幌のような大都市圏もないっていうのは、四国におきましては本当に厳しいことは間違いないし、でさらにコロナで大打撃、まあ、以前からもう本州美山線以外は全部赤字と、まあ、コロナによって本州美山線も今赤字になってるんですけど、そもそもこの本州美山線の黒字って言うと本当大したことない、もう年間1000万とか2000万とかそのレベルなんで、なんとか黒字になってるっていうぐらいのレベルであって、本当に鉄道事業としては全く儲かってないっていうのが JR 四国の現状でございます。でなおかつ、まあ、これ四国に限ったことじゃないんですけど、もう全部の線路がぐにゃ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 曲がってる古い規格の線路を、それをですね、車両の性能でなんとかもう、スピードアップを図って振り子電車とかを導入して測ってるんですけれど、まあ、それにしてもですよ、一番流動の多いあの松山とか高松の間のあの辺りでもやっぱ海のところをぐにゃ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 走っていってるんで、なかなかもうスピードを上げられない。でも土産線に至ってはもっとすごいことになってますね。もう山の中をこんな走っていってますから、スピードが上げられないですもん、あれ以上。でこういったですね、ことに対しまして新しくできた高速道路はもう高規格でもうトンネル作ってもう山ぶち抜いてるんで一直線に走っていけるんで、もうどう考えても勝ち目ないんです。もう勝つためにはもう在来線をもう抜本的に改造して高規格路線にするか、新幹線にするしかもう勝ち目はないんです。ただ果たしてそこまでするほど、それをしたところでじゃあどんだけお客さん乗るんだっていうことを考えるとやっぱコスパの問題があるんで、そうするともう一層全部もう中距離輸送、長距離、まあ、長距離はさすがに大阪東京とかあれですけど、四国の中それから岡山行くぐらいまでのところってはもう全部もう高速バスに全振りしちゃってもいいんじゃないかっていうぐらいの感じになるも考えられます。で実際問題、JR 四国バスっていうのは高速バスを運行しまして、松山高知とか松山高松とかですね、いわゆる松山高松高知、徳島、もうこの4つのところはもう全部高速バスで今カバーされてます。JR 四国バス全部走らせます。ですから極端な話ですよ、まあ、各区間に、まあ、潮風ですとか南風ですとか渦潮とか、まあ、こういう特急走ってますよね。で、まあ、極端な話これ全部やめちゃって高速バスに全振りしちゃってもできなくないと思うんです。運転手さんの問題とかありますよ、ありますけれど、本当に、部分部分だけ残して、ただまあ渦潮とか見ると、そこそこお客さん乗ってるし、潮風だってお客さん乗ってるし、であと鉄道とバスの違いっていうのは、鉄道っていうのは途中の駅に止まっていくから
そういういろんな需要に対応できる。バスっていうのはあくまで点と点を結ぶだけ。でも鉄道だともう一直線にこういろんなとこを止まりながら行けるんで、いろんな需要を拾っていける。例えば潮風だったら、まあ、途中の伊予西条であるとか新居浜であるとか今治はもう高速道路集まっていくとめっちゃ遠回りになるから高速バスあっち通らないんで、こういったところをこう例えば高松から今治とか伊予西条から今治とかこういった需要も拾っていけるけど、高速バスは、まあ、松山で例えばまあ松山市駅と、JR の松山駅と、まあ、あと数箇所止まってからもう次は高松行きだったら高松の手前まで止まりませんみたいなものが多いわけじゃないですか。でこれ一個一個止まっていったら高速バスもすごい時間かかるんで、まあ、そういうバスもありますよ、ありますけど、一般的な高速バスっていうと本当にもう点と点を結ぶっていうような感じでございますんで、まあ、そこのところで今共存を図れてはいるんですけれど、いるけれど、じゃあその鉄道の特急でどんだけ儲かってんだって言われたら、うん、っていうのも事実です。じゃあこれを仮に新幹線とか、まあ、もうね、在来線でも160キロぐらい出せるような高規格路線にして、もうトンネルとか新しく作っちゃって、まあ、そこまでするなら新幹線してもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、したらどうだってなるいうのもまああるんですけれど、まあ場合によってはそれによって高速バスをですね、もう廃線に追いやる可能性だってなくはないんですよ、そこまで鉄道がすごくなっちゃえばね。ただまあそこまでするだけコスパがねっていうのは正直なところでございます。はい。で、まああとですね、この現状を取り巻く問題として運賃値上げっていうのは JR 四国、まあ、JR 四国だけじゃなくて今どこの鉄道会社も運賃値上げしてる言ってるんですけれど、この運賃値上げに関しましても、住民の大半の方っていうのはあんまり、ああそうなんですか、上がるのはやっぱりちょっとあれ困りますねみたいなことを言う人もいるんですけど、聞かれたらね、聞かれなかったら知らない人も多数で、大半はもうぶっちゃけた話、無関心、乗ってないから。これが自分のところの息子のね、定期代が来月からいくら上がりますとかって言われたら、それは困りますっていうふうにも家計を直撃するから。でも実際に、運賃上げない方がいいと思いますけどねっていう人でも、じゃああんたいつ乗りましたって言ったら、ここ1年ぐらいはもう乗ってないですねみたいな人が多かったりするわけじゃないですかね。大体無関心なんです。でこれ全体的に言えることですけど、新幹線の建設とかローカル線の損廃とかもそうですけど、住民の方の思ってることと行政とか政財界が思ってることってものすごい離れてるんですよね。例えば新幹線についても、四国新幹線、まあなんか四国新幹線規制同盟会の方とかがですね、四国新幹線を作るんだみたいなことをもう言って一生懸命ホームページも作って陳情活動も行ってるんですけど、じゃあですよ、じゃあ住民の方がですね、どんだけ知ってるんだと、四国新幹線どんだけ欲しいんだ、そもそもそれを作るってことも知らない人も多数いるし、で四国新幹線を、まあ、あったらいいですねっていうぐらいの感じの人言われたら、それぐらいの感じですよ。なのでいわゆる行政とかが思ってることと、住民の方の意見ってもう全然違う。住民の方はそこまで、四国新幹線を欲していないというか、知らないし、知っていてもそこまで欲していない。あればいいですねって。でもこのためにこれぐらい税金かかるんですよって言われたら、そんなにかかるんだったら違うことに使った方がいいんじゃないですかねとか、福祉とかに使った方がいいんじゃないですかねって思う人が多分大多数だと思います。はい。でローカル線も一緒ね、そこのローカル線がね、廃止になるかもしれないんですよって、ああ残してほしいですねって、いつ乗りましたって、ここ数年乗ってないですねみたいなのがほとんどなわけじゃないですか。もう普通は車で移動しますから鉄道乗らないですよと、まあ、あった方がいいと思いますけどっていう、そういうレベルじゃん。あった方がいい、でそれは何でかって昔からあるからとか、なんかあそこ子供の時のと思い出があるからとか、そういうノスタルジー的なところが多かったりするわけじゃないですか。でも、これを実際損廃議論にかけるとなかなかですね、誰も乗らないのに、行政の方からはですね、なんとか残してほしいと、JR でこの前やってほしいっていうふうに思うわけじゃないですか。でここも全然違う。まあもちろんこれは、JR がなくなったら代わりのバスを用意しなきゃいけない。でそのバスのためには絶対自治体はいくらか持ち出しをしなきゃいけない。JR さんがやってれば基本的に勝手にやっててもらってるか、お金出さなくて済む。まあもちろんこれ前にも話しましたけど、別の形で補償金出してるようなところもありますよ。全部の自治体さんがそうだとは言わないですけど、まあ多くの場所で、JR が
1日3本とか4本かもしれないけど走らせていて、それに対して、行政はほとんど何もしていないというようなところも多数あるわけでございまして、でいざ損廃がどうのこうのって話になってからいろいろやり始めるわけでございますけれど、実際のところ住民の皆さんはいやなくても別にいいんじゃないですか最悪みたいな感じなんで、ここでもものすごい乖離がある。だから損廃議論とか、国土交通省のずっとその地域モビリティの刷新うんぬんかんぬんとかっていうとこあったんですけど、もうちょっとこの辺を詰めた方が良かったんじゃないかなと、実際のところ住民は乗ってないですよと、もういらないんじゃないですかと。で、だからバスにした時にバスになっても基本的にこれまでの JR と一緒で自治体さんの持ち出しはないですって言ったら、行政は別にじゃあ分かりました廃線にしていいですよっていう人とこいっぱい出てくるんじゃないかと思うんですよ。結局あとで年間1000万とか2000万だってなかなか出せないような、自治体さんが多いところで、こうなってるからなかなか話がつかないんであって、そこのところをですねもう極端な話全部埋めてあげるからっていうふうに、誰が出すのかちょっと別の問題ですけど、国が出すのか JR が出すのか別ですけど、極端な話 JR にしたって鉄道をこのままずっと走り続けさせるぐらいだったら年間1000万円でも赤字、年間1000万円ぐらいの赤字で済むんだったらバスにした方が手っ取り早いと思うところあると思うんですよね。だからそういうところの枠組みを作ってあげた方が損廃議論ってもっととっとと進むんじゃないかと思うんですけれど、どうですかね。はい、ということで今日はこの JR 四国のことについてもお話しましたけど、最後の方は JR 四国だけじゃなくても全国的な話ということでございますが、そうですね、北海道とかもそうですけど、私が生きてる間は大丈夫かもしれませんが、長い年月で考えていくと本当にもっともっと路線が少なくなっている、四国とか中国地方であるとか、北海道とか、あとまだ何にも特に言ってきてませんけど、JR 東にも言ってるか、 JR 九州がまだあんまりそこまではっきりしたこと言ってないんですね。ここまで踏み込んだ発言してないんですが、JR 九州も結構いろんなところで輸送密度低くなってきてるから、そういう話になってもおかしくないんじゃないかなと思いますけど、ここがまだちょっと不気味って言うとあれですけど、JR 九州さんがどう考えているのかなっていうところも、そのうち出てくるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は以上でございます。ご視聴どうもありがとうございました。はい、ちょっとね冒頭でも触れましたけど、今日はこちらはハロウィンでございます。で、ハロウィンというとですね、日本ではですねもうなんか、毎度のごとく渋谷の仮装の話とか、今年はあとはなんかあれですね、USJ で、ちょっと露出度の高い服装を着ているお姉さんたちの写真がどうのこうのって問題になっておりましたけれども、もちろんですよ、ここでも仮装っていうのはしてますし、大人が職場に行くのも仮装していくのも自由、子どもたちが学校に仮装していくのも自由、小学生ぐらいはねみんなもう仮装していってる子が、逆に言うと仮装していってる子が大半。ただね学校によっては全部の全部じゃないですけど、学校によってはね仮装をあんまりこう積極的に進めてない学校もあったりします。っていうのは今カナダって結構移民の人がすごく多いで、難民の人も結構入ってきてる。でそうするとですねやはり家計に余裕がないご家庭もたくさんあるあってですね、なかなかですねお子さんにそこまでですねいろいろコスチュームを揃えてあげられないようなご家庭もあったりとかするんで、そこでやっぱり子供たちが学校に来た時にみんな仮装していくとうちはできなかったみたいな風に、そういう負い目を感じないようにするために、そういう仮装をなるべくしないようになるべくしないというかしないようにっていう学校もあります。学校とかクラス単位でそうだったりするところもある。前もちょっと話しましたけど、カナダの学校って結構クラスによって先生が年間の予算を持たされていて、その予算をかなり自由に使えるんですよね。予算がいっぱいあるってことじゃないですよ。予算はかなりきついカツカツだって先生は言ってます。ただその予算をもう遠足をいっぱいやっちゃうとかっていうこともできれば、何かこうですね、教室の中のこの備品をですねアップグレードすることに使ったりとか、
だから前も話したっけ、うちの娘が小学校3年生の時って遠足10回ぐらいありましたからね、1年で。だから毎月必ずどっか行ってるみたいな、そのぐらいのこともあって、いまだに娘はあの年は楽しかったとか言うんですけど、前話しましたねこの話ね、今思い出しました、話しました。皆さん覚えてないかもしれないけど、まあそんなような感じで、まあ仮装する。ただまあうちの娘中学生ぐらいなんですけど、中学生ぐらいになってくると仮装もね、そこまででもないかな、学校にはしてきてないかな。ただ夜、中学生ぐらいになるともう夜ですね、トリックアントリーってなんかみんなで結構綺麗な格好して出かけていっちゃする。もうこっちの中学生とかだと本当にお前は一体いくつなんだぐらいのですね、まあよく言えば発育がいい、悪く言えばまあ狙い年食ってるように見える、いっぱいいるんで、もう結構なんかもう中学生ぐらいの女の子でもかなり際どい攻めた服装してる子とかいるんでね、夜とか見るとこれちょっと危ねえじゃねえの、夜この格好で出歩くのっていうような、まあ子もいます。うちの娘はそういう感じじゃないですけどね。はい、まあそんな感じ。まああとは花火ですね。花火ってね、ここいつでも上げられるわけじゃなくて、ハロウィンの時だけ。だから花火屋っていうのはなんかね、ハロウィンの前1週間ぐらいのところから急にね、なんか今までなんか空き家だったところが花火屋になったりとかして、でこのハロウィンの時だけ花火上げていいっていうのがあるんですよね。不思議でしょ。普段あげちゃう、夏とかあげちゃダメです。花火大会はあるけど、一般の家庭が花火とか勝手にあげちゃいけないんですよ。でハロウィンの時だけあげていいから、外とか見てると結構ボンボンで打ち明け花火みたいなのが上がってたりとかします。で、まあ花火に行って、であとまあもうちょっと大きい子になってくると、もう高校生 とか大学生ぐらいになってくる、まあ、高校生そうなんだけど大学生ぐらいになってくると、もうハロウィンは、パーティーですね。夜はね、もうパーティーでございます。まあクラブ行ったりとかするような感じにもなってきますよね。まあコロナでここ数年ちょっとも、うでもここだったら今年も今はもう関係ないですよね。今もうみんな普通になっちゃってるんで、まあマスクもしてないって話は散々ばらしてますけど、どんな状態でございまして、ですから仮装、花火、パーティーで、パーティーの年齢が過ぎるとまた仮装に戻る。まあ仮装してパーティーに行ったりもしますけどね、もちろん、で大人も普通に仮装したりとかまあしますし、まあ私は正直仮装は今まで数回ですね、したことあるの数回、もうほぼほぼしたことない。めんどくさいからしたかったです、はい、あんまり興味もないしね。パーティーとかも正直あんま、まあ飲みに行ったりするの好きですけど、パーティーとかってあんまりそういうクラブとか行ったりするの、大学生の頃はともかくし、今はもうね、まあただ私の大学生の頃はクラブではなくてデスコでしたけどね、デスコでフィーバーでしたんで全然違いますけど、はい、なわけでございまして、まあ、カナダのハロウィン事情でございました。ご視聴どうもありがとうございました。